こんにちは、こんばんは、ひなたです。はい、あーどうも。あーどうもどうもどうも、こんにちは。ということで、今日は、はい、ハート様へ行きましたということで、僕はもう食べた後なんですけど。そうなんですよね。人生初のわんこそばにチャレンジしていきたいと思います。ずっとやってみたかったんで、ちょっとごめん、待って。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？この辺がちょっとモザイクになるのか。危ない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 。とは初めてだからどのくらい食べれるか分からないし、ね、いや俺さっきやったんだけど、ちょっとまあ気になる方は概要欄のリンクから僕編をご覧になってみてください。何そのつなぎ。頑張って、頑張ってしか言えない。もう先にやったものからすると、頑張って、あとは噛むな。噛むな。一杯につき2回まで。全然噛まないじゃん。だから詰まっちゃう。そう、長いそばを細かく切って塊のものを飲み込む感じ。あ、でもね、ご飯も私あんま噛まないからできるかもしれないな。さあ、それでは私も挑戦していきたいと思います。元体育大生ですから。え、体育大生とか言って食べれるでしょ。食べないよ、わかんないよ。ここでおそば力を爆発して。そうだよ、おそば力たまに来るじゃん。さば食いたいってなった時のやつをここに持ってきて食べまくってちょうだい。ではお椀を開けてお箸をお持ちください。はい、行きます。はい、お願いします。はい、よいしょ。遅い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 、噛みすぎだって。はい、じゃあ、まあ、最初の10杯は練習ですからね。いいよ。嘘でしょ、はい、よ。食事のペースでそれ普通の。あったかいんだね。そう、あったかい。はい、よいしょ。いや、見れねえな、口元見れねえな。はい、よいしょ。なんか俺が食べてる気分になっちゃうな。はい、よいしょ。はい、いけるよ、よいしょ。ちょっと、うん、はい、よいしょ、うん、いけるよ、いける、いける、どん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 、うん、はい、うん、うん、でも一個一個がさ、一口だからさ、スッて入るよね。ないでしょ。個体差がある。そう、個体差あるんだけど、3倍ぐらいをまで口の中に入るんだけど、3倍口の中に入れちゃうと口の中がいっぱいになっちゃうから噛まなきゃいけないんだよね。ないでしょ。だから一杯ずつ噛んで飲んでして次のやつに行く方がいい。どうまだまだ15いってないけど。あ、これむせただけですね。これむせましたね。鼻に行った。早いな、鼻に行く段階。はい、でもさ、めっちゃ美味しいよね。はい、これで15杯です。おそう、背筋伸ばして。早くね、ネギ入れんの。うめえ。はい、よいしょ。こっち見ないでしょ。はい、どんどん、うん、はい、じゃあ、やばいな。じゃん、はい、どうぞ、うん、はい、よいしょ。頑張れ、頑張れ。はい、よいしょ。噛んで噛んで飲む、噛んで噛んで飲む、噛んで噛んで飲む、入れる。はい、はい、もぐ、もぐ、ごっくん。そう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 。はい、もぐ、もぐ、ごっくん。ごっくん、もぐじゃない、ごっくんだから。ごっくん、そう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 。はい、せーの、はい、はい、もぐ、もぐ、ごっくん。はい、お次、次進んでくださいね。はい、よいしょ。はい、うん、はい、よいしょ。どうぞどうぞ。はい、よいしょ。なんかちょっと心配になってきたな、俺このペースで大丈夫かな。まあでも60だから、女性駅。うん、うん、はい、よいしょ。この一段が終わったら半分だから。うん、はい、どうぞ。もうちょっとしんどいんじゃない。うん、うなってるよ、うん、うん、うんって言ってるけど。お、これで30。顎疲れた。顎疲れた。うん、うん、結構あの喉疲れますね。うん、飲み込む力がなくなってくるよ。30杯、うん、はい、よいしょ。突破して80までは行こうぜ。うん、はい、よいしょ。はい、33。うん、なんで一杯ごとにうんっていう。はい、よいしょ。そのうんって何なの。うん、まだいけるっていう。あ、まだいけるってことね。うん、はい、よいしょ。やったゆうの本気。うん、うん、はい、よいしょ。怒ってますよ。うん、おいしい。はい、よいしょ。うん、あ、うん、おいしいの、うんね。あ、なるほど。一口一口味わって食べてるのね。はい、いいじゃないですか。せーの、はい、よいしょ。うん、さあ、そろそろ第一の壁が来るんじゃないでしょうか。来るわ、お腹にたまるな。お腹に多分たまってるんじゃないんで。はい、よいしょ。喉か。一気に入ってくるからびっくりしてるだけなんじゃない。あ、それあるな。うん、今日カリカリウムしか食べてないから。はい、よいしょ。あ、でもこれ見てるの結構お腹いっぱいになるわ。なる。香りと、うん、この見た目で、うん、なんか食べてる気分になっちゃう。今食べてるけどね、実際に、うんうん、なんだ、反射なのそれ。うんって出ちゃう。うん、リス状態。あ、口に溜まってるの、うん、それやめた方がいいよ。それやめたら一回それリセットした方がいい。うん、でもこれで折り返しですからね。あ、まあ早っ。次が来るまでが早いっていう、ね、うん、卵焼きさっきおすすめって言ってたよ。あ、はい、お願いします。さあ行きましょう。でもキリタンに負けたくないでしょ。うん、100は行こうよ。はい、よいしょ。まだ全然余裕。半分ぐらい。はい、よいしょ。はい、よいしょ。ちょっと目死んでるけど。今何杯って言いましたっけ。48、49。まだ50いってねっす。さあ、それで50。いいのか、キリタンポに負けていいのか。別にキリタンと勝負してるわけよ。はい、よいしょ。
まだまだですよ、まだまだ。こんなところで負けていいんですか、悔しくないの。6時ね、すごい、うん、そう、気づかぬうちに行ってんだよ。まだ入ってるけどね。ビートルズが頑張れ。早いよ、次来るの。ねんぎんのいいですか。いっぱいネギ食った。ネギもりもりだ、やった。さあ、それで60来ました。はい、どうぞ。はい、75。すごい、来たじゃん、90まで。はい、よしよ。あ、やべやべやべ。はい、マイナス9でしたっけ。100超えたらついてもらえよ。100超えたら増えてもらおう。はい、よしよ。はい、よしよ。はい、これで100。おっ、102。あっさり100超えてたな。あっさり超えてた。いや、いったな、これ。はい、お疲れ様でした。あ、出たよ、この状態。はい、ということで、はい、私、ひなた、150個はい、食べました。すげえよ。でも、あと5杯食べたら8人前だったでしょ。それ無理だよ。ここに立った人間しかわからないってやばさあるよね。やっぱ店員さんに聞いたけど、女性で110個食べる人はなかなかいないって。ちょっとお願いがあるんだけど、これだけ帰りの電車で吐かないで。十分休ませてもらってくれたいと思います。ということで、はい、私115、はい、まあ、結果、まあね、里弘の動画を見てくれたかなって思うんですけれども、里弘は一度だったかなっていう感じで、はい、気になる方は見てみてください、うん、はい、ぜひよかったらね、皆さんもわんこそば挑戦してみて、私の115を抜いてみてください、はい、それではまた次回喋れてないよ、ライン。もうダメだ。バイバイ。